この中がね、そのレアという。ああ、2貫で150円だから。そうするときに意外と A って書いてあったから。どうも、ラタオです。今回中目黒に来ました。今回紹介するお店がこちら。ということでね、ちょっと前にこうできた、最近話題を呼んでる居酒屋なんやけども、なんかめちゃくちゃコスパも良くて美味しいんやって。で1個すごい俺が食べたいのがあって、生アジレアフライっていうアジフライなんやけど、中がねこう生になってるのがあって、別のお店とかでもねこれ食べたことあるんやけども、ここもそれが1個売りっていうのですごいね、ネットでいっぱい上がってて食べたいと思ってきました。なので今日はここでいろいろ楽しいこと思います。行ってきます。いやー、綺麗な店内やで。席が20席ぐらいかなあるらしいけど、もうめちゃくちゃ今人気なんやって。俺らオープンでね来てるからやけど、オープンでも俺ら以外に2組ぐらい待ってはずで、めっちゃ人気と。ではもうね、メニューも結構いい感じなんやけども、酒も飲んでから説明します。なので一旦ちょっとビール待ちます。さあ、ということでね、飲んでいきましょう。ちょっとね、高架下やから電車の音が聞こえるかもしれんけど、うるさかったらちょっとごめんなさい。ちょうどね遠征行ってましたから。はい、お帰りなさい。ありがとうございます。特にもう特筆すべきことはない。でね、注文は卓上にこういうのがあって、この QR コードで注文するということらしい。でね、そのなんか LINE の画面の方にもいろいろあるから、それもちょっと後に見せるけど、紙のメニューもあって、もうこういうね、もういわゆる当たりのお店にありがちな文字だけの、なんていうの分かります？こっちが鉄板のメニューになってるんだけども、とりあえずここは海鮮のお店だから、こうやってね、刺し盛りが1人前で1000円っていうのもあったり、お寿司2貫から150円からとかもあるしっていうので、本当に海鮮が結構多い。でこのお料理のところとかも、カニとかフグ春菊とかね、まあ、でも600円とか400円とか結構値段も手頃な価格になってるっていう感じです。でね、ドリンクが特に日本酒がすごいここ安くて、飲み物ってところに、ビールもあれば、普通にこれバーっていろいろあるんやけど、で大体1杯ね400円ぐらいとかだから、下が全部日本酒になってて、どれでもグラスで1杯400円っていう、結構多分みんな馴染みの獺祭っていうのもあれば、鳳凰ビネとかシャラクとか、多分日本酒飲む人であれば結構みんな知ってるものがあると思うけど、ザクとか俺も結構好きやけどっていうので、こう結構いろんなラインナップが400円飲めるっていう感じになってます。日替わりメニューっていうのもこうやってちょっとあるんやけども、生アジレアフライ、これが本当にもうここの一番の売りじゃないかっていうぐらいみんなあげてるんで、これはもうまっすぐ頼みつついろいろ楽しもうと思います。っていうのはね、こんな感じになってて、LINE でビジュアルで見れるのもあれば、見れへんのもあんねんやけど、でもずらーってあるから、ここからいろいろ注文するって感じです。ということでね、私が来たんで紹介します。こちらいつもこれなんか分からんけど、明太子、これは一人一つだから俺もあんねんやけど、とガリでした。でこのガリに関してはおかわりし放題らしい。サイズはもちろん違うけど、でかいな、俺の方の明太子すごい。どこだね、めっちゃでかい。ありがたい。半身ぐらい入ってるね。よし、ちょっといただきます。どっちからいきますか？明太子かな。あ、もううまそう。マジでゴロンと入ってんねや。なんか別に明太子ないから、気持ち照明がさ、もうキラキラキラーって光る宝石に見える。いただきます。よかっ。あ、ごま油かかってんねや。俺の明太子のネギかと思ったけど、ごま油かかってるからすごい美味しいわ。これはずるい。酒飲ましに来るやつ。ちょっとガリもいくか。これも鉄板のやつですよね、おそらく。箸休みにちょうどええやん。甘め強めなガリです。2杯は飲めるな、このお通しセットで。ガリ中おかわりし放題。確かに作れちゃうよね。それやっていいのかちょっと悪いけど、一応ガリ中別であったはずやから。別であるんだ。じゃあダメだね。ダメです。いやでも楽しみやな。今ちょっとね注文したんで待とうと思います。ちょっとごめん、なんかね近くでちょっと工事みたいなの始まっちゃって、ちょっとほんとノイズが入っちゃうかも。すいません。とりあえずね、ここの名物のもう一つ、おかもポテサラっていうのを頼んだんで、見てください、こちら。ここのポテサラね、自分で作るスタイルやって、結構器がでかいという。太いじゃがいもあんねやけども、卵にとびっこ、で、しらす、あとこっち見ると、もちろんマヨネーズもあんねやけど、マスタードとオニオンチップっていう感じになってた。で、お好みの硬さでやってくださいっていうことらしくて、やっていくと。お願いします。やらんとこいつが。よいしょ。おお。熱そう。意湯気すごい。もういいよね、全部ぐちゃってやって。ああ、いい色してますね。ほんま照明がエロいな、これ。うわあ。これ視聴者さん置いてけぼりなリアクション。うまそう。ね、うまそうやな。うん、なんか飛びっこいあると、なんかすごい映えるね。彩りがいいね。ね。うまそう。あ、ちょっとごめんなさい、お先いただきます。はい。うまっ。すごいクリーミーな味。お酒飲ましに来てるのにフォーカスしてるポテサラ結構あるけど、すごいクリーミー。ここ、まあ、お酒も飲めるけど、なんかほんま綺麗。しかもちょうどよかったわ。ちょっとゴロゴロ残した感じだったから、食感すごい。ちょっとぜひ食べてください、本当に。一気にダバダバってきて、渋滞してる。ちょっと見てください。まあ、これがまずおでんの盛り合わせないけども、600円でした。5個入ってるかな。白滝巾着、ほんでここに大根と、で、まあ、お豆腐と、はんぺん、まあ、紅生姜って煮込んであるらしい。結構でかいよね。大きいね。大皿だね。で、もう一個、めっちゃ俺わら焼き好きやからっていうのは待ってないけども、カツオのわら焼き、これも600円。で、あとお寿司。安いで。このトロイワシなんて2貫で150円なのよ。で、こっちは、サーモン。で、こっちは、2貫で200円なんやけども、なんか脂身が少ない、サーモンを使ってるらしくって、さっぱりとした味わいで楽しめますってことだし、めっちゃ美味しそうやな。うまそう。もう、どれから行くか悩むけど、わら焼きから行きましょうかね。熱々。の。そう、マジでちょっと大根おろしが乗ってるんだな。よし、お、ほなポン酢で。うまそう。うまっす。2回に分けてもいいかも。表面の部分か、まあ終わらないやろな。香りがすごい。あー、うまっ。ちょっとお酒なくなっちゃったんで頼みたいんですけど、お寿司だけ食べます。サーモンとイワシがうまそうすぎて、サーモンいくか。でこ包まれてる。包まれてんの。大きいね。普通上に乗ってるだけやけど。じゃあちょっと。身がやっぱ分厚い。脂身ない分やっぱこの身をすごい感じれるから、まあだからそれがすごいさっぱりしてないけど美味しい。ちょっとね。魚なんで日本紹介しますということで、日本酒にしました。まあいろいろあったけど、褒美で、まあ、このサイズで700円なんですさ。これ手頃なサイズやね。じゃあまあこれ飲むけども、ちょっといろいろ大渋滞してまして、もう一個来たんですよ。生のカキフライっていう、まあ、普通のカキフライやと思うけど、ちょっとね渋滞してから食べて飲んでいこう。もう絞っちゃっていい？これもね、もう一皿でまたこれ、しかもこっちにね、タルタルがね、いらっしゃい。タルタルだけでも正直俺はもう当てやと思ってるから、ちょっと軽く。一旦これソースかかってから、一旦これ半分そのもういってるか、4個か、結構かかってるね。500円ぐらいやったかな多分。こんな感じでああ待ってました。あー、うまっ。氷でうまいわ。やっぱすごいフルーティーなのよ。香りとかがまあ華やかな方やから、ちょっと辛い感じの日本酒苦手って人とかはすごいこれ好きやと思う。あー、美味しい。ちょっともう食べてみるか。これも紅生姜かな、もしかしたら。じゃちょっと混ざってるね。ね、カキのうまみ強すぎて分からんかった。でも、紅生姜もしか入ってるのかも分からないけど、やっぱ飲めるタルタルソースですね、これも。あ、うまい。カキフライは正直でもビールとかでもいいかもね。ビールとかでもいいかも。これは海鮮やな。いやでもね、普通にもう料理は美味しい。どれが好きちゃおうか。ちょっとね、せっかく日本酒なんで、お魚で。でかいな、これ、そういうにしても。めっちゃはみ出てる。シャリこんなんやな。使ってるね。ね。こう。いきます。でもマジでイワシがでかい。おいしい。オープンしてすぐに来たからさ、さすがにまだ混んでなくて、鬼のようにフードが出てくる。ちょっとおでんまだね、手つけてくれて申し訳ないけど、俺が一番食べたかったのが来たので、それを紹介します。こちら生レアアジフライ。外はカリッてなってるけども、この中がね、このレアという、もううまそう。うまそうだね、見るからにね。タルタルはあれやな、さっきのカキフライ寿司やね。これはうまいぞ。よいしょ。じゃあちょっとね、ちょんちょんってつけさせてもらって、まあ、軽くでいいや。おお、綺麗。よし。うわ、他の料理もうまかったけど、うまい、これが一番俺は好きかも。でも中にめっちゃ火通り過ぎてないからさ、まあ、あれはあれで身が引き締まって美味しいけど、やっぱ中がほぼレアやからさ、で外サクっていくのにその後がすごいほどけていく。あと身がやっぱプリプリしてるから、まあ、アジフライなんやけど、いわゆるアジフライに比べるとこうやっぱみずみずしくて、これはうまい。一人一皿でもいいやつですね。これ赤は日本酒すぐなくなるわ。まあね、日本酒といったらね、もう海鮮もそうだけど、やっぱおでんもね、もう外せないお供なので、行こう。やっぱちょっと大根かな。ちょっと見つけて。よし、うまそう。うまい。出汁がよう効いてるわ。うまっ。なんかでもここ飲み屋ってやっぱちょっと味が濃い印象あるけど、なんかでもポテサラも、まあ、全部そうなんやけど、全体的になんかマイルド。お酒ももちろん飲みたくなるけど、お酒なくてもそれ単体で成立してるというか、なんかおでんもなんかめっちゃ濃いってわけでもなくて、でも別に薄いとかでもないねんけど、すごいこう綺麗にまとまってるし、お通しの明太子もさ、ごま油かかってるけど、確かにね、なのでね、もう普通にお酒めっちゃ飲むでもいいし、もう逆にお酒飲まずにね、もうちょっとこういうの食べる、まあレアなアジフライはぜひ食べてほしいけど、だけでも使えるお店かな。ちょっとね、アジフライもう一回行こうと思うけど、この身が見えてない部分、ここの両サイド、ここも全部やっぱ生なのかな。あ、生やわ。でかっ、すごいよね。ようこんな綺麗にこんな外だけ借りてできるよな。よいしょ。うまい、やっぱりでも本当に身がプリプリしてます。日本酒も美味しいんやけど、思ったダメ、飲んじゃうから秒でなくなる。一口一口ちょっと遠慮してるからさ、いつものこのジョッキと違って、そうだね、これ後半行くべきやわ多分。ジョッキ戻ります。なんかね、めっちゃ謎なのがあって、ちょっとこれ見てください。龍が、ガリチュウなんやけど、これ何と思う？これ昆布だし中っていう、正直全然想像できてない。初めて見るんやけど、飲んだことないよねこんなん。はい、日本酒をね、なんかそのおでんのだし割りとかあるけど、昆布だしを酎ハイ、塩昆布みたいな感じなのかな。あ、ぽいな。細切りだよね。ぽいぽいぽい。色すごいな。色すごい。注文するときに意外と A って書いてあったからいいんやろうけど、でも美味しそうだね。うん、ビジュアルすごっ。いただきます。匂いは別に分かんないな。うまっ。ちょっとめっちゃ美味しい。これ意外とどころじゃない。ちょっと待って待って、はしゃいでる。これすごい新発見。ちょっと飲んでみ。ちょっとこれはめちゃくちゃうまいな。これめっちゃ美味しいね。なるほど。しかも塩昆布なんて家庭にあるやん。これすごいね。やっぱだしというかうまみ感じるんやけど、まあ、塩味もあるおかげなのか、ちょっとよりさっぱりしてて、日本酒のだし割りほどこうなんかじわーんと広がりはせえへんのよ。最初の口当たりがほんま昆布で、でもスパッて消えれるという。これめっちゃ美味しいわ。だしだけどさっぱりしてるね。うん、普通だし系ってな、やっぱ余韻がこう残るけど、これすごい、めっちゃ革命やねんけど。俺レアのアジフライもすごかったけど、これすごい驚きだわ。これマジみんな頼むべき。同じリアクションするの。ちょっとおでんも食べよう。ストーブでいこう。でかい。いや、すごいな、さっきの余韻が、味の余韻じゃなくて感動の余韻が。うまいこと言うたんちゃう？すごい苦笑いしてるよ。安定して美味しい。あ、すごいわ。めっちゃ気に入ったね。いやー、なんかもう感動したけど、まあもうちょっとあれやね、まあフードなくなってきたから、まあちょっと追加で注文しつつ楽しいこと思います。リュウがね、ちょっとこれ気になるっていうのがあったんで紹介します。こちら。これがね、数量限定らしいんやけど、肝煮っていう、まあ肝の煮付けっぽい。何の肝か分からへんけど、今まで味付けマイルドって言うけど、絶対これはマイルドじゃない。確かに香りがすごいことになってる。ちょっといってみるか。何やろこれ。こそ味が何の肝か分からんね。めっちゃ味濃いかなと思ったけど、濃いんやけど全然しんどくない、上品な感じする。濃いけどすごいこうスッて入ってくる。何飲んでるのかと思うわ。びっくりしてた。分からんな。これちなみにね、時間が経つと昆布の中から出てくるのかもしれないけど、味が濃くなってくる。あんまり放置しすぎるとちょっと昆布強すぎるってなるかも。色やばいよね。でも美味しかった。塩分があるから何回も飲むとちょっと顔はパンパンになっちゃうと思うので、ちょっと次は別のさっぱりしてるのにします。てかさ、今までちょっとたびたび動画でね、服作ってますみたいな言ってたと思うんですけど、ついに完成しました。おめでとうございます。4作目。めっちゃ時間かかった。白と黒作る予定で、黒を作成中なんで、またおいおいやるけども、一応これはね、そのベースになってる服ですごい肌触りもいいし、シワがねつかへんっていうところとか、ちょっとよれづらいみたいな部分、俺はちょっと押したくて、イージーケアと呼ばれてるけど、ずっと着たくなるようなものをね、ずっと作りたいと思って、それをやってて、時間とお金だけがめっちゃ飛んじゃいましてね、大変ですけど、一応無事、やっと着地したので、近々また改めて動画出すと思うんですけど、ぜひ見てください。マジで使い勝手いい、ファングッズっていうか、本当にプロダクトとしてのいいものを作ったんで、また出します。こんな感じ。ちょっとハイボールとかレモンサワーでもいいかなと思ったけども、ちょっともう最後やということでね、日本酒持ってきました。最後シャープ。爽快感あってすごいすっきりしてるけど、ちょっと程よく辛いと言いますか、いいわ。 BGM の選曲さっきからええな。歌だといい、シーナリンゴといい。ちょっと最後ね、この辺食べて、終わろうかな。なんかね、ここの肝を食べた時の食感とかは、なんかね、いわゆる想像してる肝とは違い、歯応えもあって、プリプリしてる。何か分からんかったけど、でもとりあえず美味しかったんでよかったんやけどさ、ちょっとなくなりそうなんで、最後肝で開けます。すごい弾力あったな、これ。こんな感じ。独特な食感だったね。うまい。でもよく日本酒と合うわ。めっちゃ腹いっぱい。量食べ飲みした。そろそろお会計してみたいと思います。はい、ということでね、お会計してきました。2人7,400円。手頃な価格でね、よかった。綺麗やし、広いし、BGM 良かったし、雰囲気良かったね、すごい。あと何が特筆すべきって、料理もそうやけど、店員さん元気すぎ。別のフラの声とか聞こえるもんで、料理も今回ちょっと一部しか紹介してないけど、すごい幅広いしで、日本酒もあれば普通のお酒もあったりとかで、振り幅があっていろいろ楽しみやすい、居酒屋だと思います。中目黒のね、駅からもすぐ近くやし、1軒目とか2軒目にサクッとでも、いいと思うので、よかったら来てみてください。アジフライもそうやけども、昆布のやつはね、ちょっとほんまに初めて飲んだら、うえって驚きがあるので、よかったらそれもぜひ、頼んでみてもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、今日はこの辺で終わろうと思います。以上、などでした。日本酒言ったらまあ、魚もそうですけど、やっぱ日本酒、あ、ダメだ、マジか、これ、エンジン使われるかもしれない。まあね、日本酒といったらね。